私の夫は、去年の10月4日に、2回目のワクチンを接種して、その3日後の10月7日、息子の隣で亡くなりました。ワクチンを打った経緯といたしましても、子供たちをコロナから守るため、妊婦である私をコロナから守るためにと、どうして夫が亡くなったのか、1年経った今もわかりません。当時お腹にいた娘も生まれて、日々子供たちの成長を見ていると、二度とこの子供たちの成長を夫に見せることができないのか。大好きな父親に、この子たちはもう二度と抱きしめてもらえないのか。そう思うと、とても悔しく、悲しいです。国に必ず認めてもらいたい。その一心です。